ではでは、ちょっと地元応援枠ですね。この道の駅の駅長であります、藤原、ひろこさんに、ちょっと、こう一点としてですね、ちょっと、一言、発言していただきます。拍手。はい。すみません、座って。お願いします。話をさせていただきます。はい。私ですね、道の駅、奥出雲オロチループの駅長しております、藤原ひろこと申します。今日はまずはですね、今日は本当に遠方から、これだけの方に来ていただけたことを本当にありがたく思っております。まずは、お礼を申し上げます。ありがとうございます。はい。そうですね。まあ、今日のことも含め、そもそも、なぜ江上さんというすごい、まあ、小学館の。いや、別になんかすごくないんですけど、全然。この方がなんで奥出雲にいらっしゃるんだろうっていうことを思ってられる方がほとんどかなと思っております。まさか、私もこんなに大きなことになるとは思っておりませんでして、実は昨年の夏ですかね。はい、そうですね、夏ですね。突然道の駅に来られまして、はいはい、まあ僕はなんか、キスケ戦、まあスイッチバックが、を何とかしたいんだっていうお話を。そうですね。突然されまして。めちゃくちゃ不審者ですよね、それがね。はい。このおじさんは誰なんだろうか、みたいなところからですね。もうその時名刺も多分いただきましたよね。私がお渡しして。いただいてないかもしれないですね。そうですね。はい、で、ちょっと江上ですとは聞いたかもしれないですけど、ちょっと、はい、まあ、なんかすごい鉄道大好きな方なんだなっていうので終わっていたんですけども、はい、まあそのでもすぐその後にですね、企画書を早速送ってこられました。あ、そうですね、企画書送りましたね。はい、はい、写真と企画書と。はい、あそこの、ちょうどさっき皆さん見ていただいたところに SL が走っている写真を、あ、そうですね、合成でね、合成して、フォトショップで作りましてですね。そんなのを作ってですね、送ってこられまして、はい、この方はなんか本当にスイッチバックが大好きで、この奥出雲のことをとても考えてくれてるなというふうに思いまして。で、まぁ、ちょっとそのいただいた企画書は実はちょっと大きい、スケールが大きすぎて、そうですね、弊社指定管理者ですので、なかなか、好き勝手にここら辺を変えていいよという権利まではいただいてませんので。鉄の彫刻美術館ですけど、はい、せっかく鉄がついてるから、鉄道漫画の美術館にしたいとか。美術館自体を変えたいみたいな。変えたいみたいな。大層ってことを申し上げまして。ということで。まあでもこの施設ですね、皆さんも入っていただいてわかると思うんですけど、オロチループができて先ほど30年という話がありましたけど、道の駅とこの施設もできまして28年ぐらい経ちます。はい、すごい立派ですよね。すごい立派ですよね、これ。なんですけど、全然使われてなくてですね、おそらくこれだけの方にお越しいただくっていうのは今回が初めてなんではないかなというふうに思っております。ね、そんな中で、まあ美術館を使って、今回、漫画と鉄道を組み合わせた、はい、企画をしたいということでしたので、ぜひともということで、はい、お話をさせていただきまして、はい、実際、横田にアパートを借りていただいてですね。そうですね。ね、ご飯も、美容院も、みんな横田で、お金を落としていただいております。はい、ありがとうございます。というところです。はい、はい、ね、こちらこそ本当に。はい、もう私の方からは、まあ、ここで何をやってるかというお話をさせていただきます。すごく、これからですね、今10月中旬、で、下旬からまあ、11月上旬にかけては、こういった形でここ真っ赤な、すごいですね。紅葉が広がります。まあ、そこを走る、オロチ号、みたいな。イベントももうちょっと遅くやった方が良かったんですか？あ、いや、そうすると今度寒くなりますね。今年は雪が多いそうですのでね、この時期で良かったんじゃないかなと思いますけども、はい、まあ、こういった形で赤い美濃橋と、オロチ号のですね、まあ、コラボ。が、まあ、おすすめですよ、ということで、はいはい、年間ですね、約5万人ぐらいの方に来ていただいておりますが、秋が最もお客様が多い時期となります。はい、そうですね、冬もいいんですよ。四季折々ですけど、うん、冬はあんまり走んないじゃないですか。雪景色も、そうです。今はもうね、なんか除雪もされなくなっちゃってね。除雪しても乗る人いないからしないみたいな感じで。そうですね。去年はかなり長いこと、止めて、おられましたけども、雪景色撮ることってのは本当にもう、ほんのちょっとしかできないってことですよね。そうですね。ある程度積もると止まってしまいますのでね。夏はなんかね、線路が伸びて止まりましたしね。そうですね。40度ぐらいになると止まってしまいますね。まあでもそんな中でもまあ頑張って走っていただいているというところですね。こういうドローンで撮った写真も、はい、あります。まあすごいね、やっぱその、
井上さんがおっしゃるぐるぐるとジグザグという。そう、ぐるぐるとジグザグですね。先ほどもですね、下の方から、坂根駅周辺で、うん、まあ、汽車が通ると、すごく音が、これね、先ほどあの、上原さんも反応しておられましたけども、あの、よく聞こえるんです。そうね、大橋の。踏切の。はい。二本目ぐらいのあの、街灯のとこから覗くと、坂根駅見えちゃうんですね。そうですね。見えますのでね。そういった形で、まあ、すごくこう、坂根がそこにあるのに、それこそそこに出てくる。そんな列車なんで、どこ通ってんのみたいな。そうなんです。感じがするんですけど、はい。時間をかけてぐるーっと登ってきてくれます。はい。で、まあ、そうですね。まあ、うちの方では、まあ、せっかくこうやって来てくださった皆様に、キスキ線を思い出に、として持って帰っていただきたいということで、今年4月に、キスキ線応援団さんという、まあ、撮り鉄の皆さんとコラボしたイベントを、イベントというかですね、企画をしておりまして、これはですね、はい、フォトブースを作っております。道の駅の情報コーナーに置いておりまして、ね、結構ね、家族連れさんとか記念撮影をして帰っていただいております。あとなんか。ですね。あとは、ああ、これですね。はい。ね、メインでやっているとかですね。先ほどもアナウンスを入れさせていただきました。まもなく、トロッコ列車が通りますということで。皆さん、展望台にお集まりくださいということで、放送を入れさせていただくと、道の駅の方の展望台にですね、皆さん集まっていただいて、まあ、こういう形で、手を振っていただく。先ほどもここから手を振っていただきましたけども、乗客の方からも手を振っていただけることが多くって、こっちから手を振り、あっちから手を振りという、その心の交流というのが、たまらなくいいなというふうに思っております。まあ、こういう秋だったりですね。こうやって雪が降ってもですね、皆さんお見送りをしてくださいます。11月下旬ぐらいになるともう雪が降りますので、かなり寒くはなりますけども、トロッコ列車がやはりここにとっては大切な、観光列車だということになりますね。はい。やっぱりね、こうやってずっとこう、トロッコ列車にこう手を振ってきた年月から考えると、はい、やっぱり来年で亡くなるってことで、はい、その先のことをやっぱり、まあ、藤原さんとか、ここは道の駅としてはどんな感じに捉えてるとか、考えてますか？そうですね。はい。オロチ号についてはもう終わりが見えておりますので、はい、先ほど本当にね、私たちの地元のことをこうやって県外というか、外の皆さんにこれだけ真剣に考えていただける機会っていうのは本当にありがたいなと思って、もっと、思っておりますけど、やはりこうやって見に来られる方っていうのは本当に多いんです。確かに乗るのは大変なんですけど、はい、なので、キスキ線という存在自体は、まあ、これからも続くので、まあ、オロチ号がなくなっても、キスキ線という素材は、はい、残ります。大事にしていきたいなと思いますし、はい、まあ、雨土が横田で止まるのであれば、うん、まあ、そこからですね、しっかり、スイッチバックを楽しめる時間帯での汽車を動かしていただきたいというのが、やっぱり一番の、まあ、そうです。思いではあります。先ほど、鉄坊さんもおっしゃいました。ここも実は朝早い汽車と、まあ、お昼と夜っていう3本、はいはい、1日3往復しか普通列車がしておりませんで、なかなか乗ることが難しいというのもありますので、ですけど乗ったらすごいいいですが。そうですね。で、うちの方はですね、道の駅に車を止めて、出雲坂根駅まで歩いていただいて、うん、30分ぐらいですね、下っていただいて、うん、出雲坂根駅から三ノ原駅まで乗っていただく。で、三ノ原駅から、いらっしゃいますね。はい、降りていただくというコースをお勧めしておりまして、うん、約1時間半で戻ってこれるんですけど、うん、結構やってくださって、そうですね。まあね、はい、歩いてこう、下る方だったら楽しいですもんね、それはね。そうですね。うん、晴れてればいいんですけどね。ちょっと雨だと大変っていうところと。なんでそこにバスが、そういった時間帯のバスがあると一番いいんですけども、はい、今のところ残念ながらないというところで、はい、そこは地元が頑張っていかないといけないところだなというふうに考えております。はい、だからポストカードを一枚、ごめんなさい。はい。で、これはですね、今、道の駅で販売しておりますけども、はい、本当にここはですね、四季の景色が本当に美しいところでして、それをですね、ポストカードにして販売しておりまして、こちら大変好評いただいております。ですので、まあ、地元としてできることっていうのは、やっぱりまあ、こういった景色を残していくことと、まあそうですね、乗りに来てくださる方に、しっかり旅を楽しんでいただけるようなことをご準備するのが、まあ、地元の仕事だなというふうに考えております。ありがとうございます。はい。一応、ついでながら申し上げますと、道の駅の方で今、開催されているこのね、鉄道漫画展の関連グッズも、
販売。そうですね。こういった T シャツとかですね。置いてありますのでですね。はい、ジオラマ、ミニ、ジオの、ジオラマ。名刺代のジオラマもありますんで。販売しております。キットも。そうですね。あと本も、関連コミックスも売っておりますので。ぜひお立ち寄りいただいて。ぜひぜひお立ち寄りいただいて。そうですね。私ちゃんと、一番大事なことを言っておりませんで。はい、すいません。弊社ですね、指定管理を受けておりますけれども、本社というか、弊社は、有限会社糸原という会社でして、氷上鉄道を引いた、糸原豚郎さんの、まあ、はいはいはい、そうですね。おうちの会社になります。で、昔はこの、オロチループ360度見渡した山がすべて糸原の山だったということもありまして、オロチループが通るときもですね、まあその、ね、なんか一軒だけで済んだ。そうそうそう。許可を得るのが一軒で済むという、うん。非常に簡単な交渉だったという。ありえない交渉だったよというふうに、この間お話を伺ってますけど、ましたね、まあ先代が、まあ引いた、大切な大切な氷上鉄道、まあ、キスキ線ですね。弊社としても、しっかり残していきたいという思いを持ちながらですね、日々運営をさせていただいておりますので。あとあれですね、今、はい、糸原の方でも、そうですね、キスキ線の鉄道展を、鉄道展いつまでしたっけ、はい、11月30日まで開催しておりますので、もしお時間ある方いらっしゃればですね、ね車だったらここからどのぐらいですか、ね、はい、ここから20分程度ですね。はい、横田の方からちょっとこう入っていただくところに、糸原記念館ございますので、はい、またそちらもご利用いただければと思います。そうですね、ご覧いただいて、結構貴重な写真とかで、グッズがありますんで、はい。はい。私は、そのくらいで、いいですね、なんか、本当に気持ちが伝わってきました。ありがとうございました。またぜひ遊びにいらっしゃってください。うちはレクチャーです。失礼します。